実はある事件の調査を手伝って近頃人が失踪したって報告が巡礼所にたくさん来てるんだ。おかしな点は失踪事件なのに襲われている場面を見たって報告が、それに腕の立つ共鳴者とか軍にいた人も失踪したみたいで、脅迫者ってさよく場外に行くんでしょ。だから本当か、そんじゃ頼んだよ。じゃね。反魂互助会、反魂互助会、何かの組織だろうか。どうもうさんくさい。とにかく一度行ってみよう。ああ、やはり来たか、漂白者。そうだ、私は反魂互助会のレイエイ。ここに来たということは、あなたも大事な人を失った我々の同類。パパ。大丈夫。あれはエンちゃんを奪いに来た順位じゃない。そうだ、私の娘エン、私の唯一の宝物。私はパパの宝物？もちろんだ。何が起きてももう二度と離さない。私は一度失った、だが互助会の協力により再び帰ってきた。こんな奇跡他にあるまい。そうだ、あなたも互助会に入れば大事な人と再会できるんだ。違う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 。縁は死んでなどいない。パパどうしたの。パパ怖い。ひどい興奮状態。これはオーバークロックの前兆。落ち着く。落ち着いてなんていられるか。私はどこにも行かない。そうだろう、エンちゃんもパパと離れるのは嫌だろう。エンちゃん、こいつ娘を返せ。レイ、やめなさい。エンちゃんは私に任せて。あんたにはまだやるべきことがあるでしょ。レイエイ、もう一度エンちゃんを失いたいの？はい、あとはよろしくお願いします。まずはエンちゃんを返してもらおう。あんたも聞いたはずよ、これでも彼はエンちゃんの父親。親子を引き離すなんてむごいことできないよね。そう、では実力行使ね。エンちゃん来なさい。はい。エンちゃん、いい子、こっちに来なさい。あんたには関係ない。余計なことには首を突っ込まないことね。なかなかの腕ね。でもジュンイか。エンちゃんのことがバレると面倒ね。あんた捕まるのが嫌なら手を貸して。エンちゃんのことは後で説明するから。もちろん反魂互助会のこともね。
合理的な判断ね。時間がない、まずは争った痕跡を消してちょうだい。これで問題ないはず。木箱の中に紙切れがある。貨物リストのようだ。貨物の中身はハンコン人形が4体。これは一体。署名はレイエイ。どうやら彼のものらしい。これで大丈夫なはず。傷はないし、あの女性の共鳴能力に操られた痕跡もない。ではなぜあの女性に従ったのか。これなら大丈夫そうね。順位が来る。しっかりとごまかして。おい、近くで大きな音がしたとの報告を受けた。君たちここで何をしている？何も。私はこの人と散歩してるだけ。散歩？散歩でそんな音がするのか？ああ、それはね、この子が転んじゃってワンワン泣き出しちゃったの。それで近所の人をびっくりさせちゃったのかしら。ではなぜ君たちはここに？この子パパとはぐれちゃったみたいなの。それで私たち一緒にパパを探してあげようと思って。ねえ漂白者さん。なるほど、殊勝な心がけですね。ありがとうございます。ではもう大丈夫ですよ。彼女のパパの件は我々に任せてくれ。大丈夫、この子人見知りみたいだから。それにこれ以上あんたたちの手を煩わせるのも悪いわ。心配しなくとも、これは立派な仕事だ。君たちは気にせず観光を楽しむといい。順位という仕事の大変さよくわかるわ。私はインリン、順位の一人よ。これがその証。まさか同僚だったと。これ本物ですか？巡礼所で見かけない顔だけど。私の目を疑うつもりか？証明の真偽くらい一目で見抜ける。知らないのも無理ないわ。私は今週上の順位ではないもの。今日は休暇を取ってここに来たの。そっか、道理で。では我々はここで。女の子の件は君に任せよう。何かあれば巡礼所に来るといい。行くぞ新米。じゃあ今週を楽しんで。って、あれ、待ってくださいよ先輩。もちろん本当よ。でも明かすつもりはなかった。あの人なかなか鋭いから。こうでもしなければエンちゃんについていろいろと追求されてた。そうね、見てて。魂を返し人形に戻りなさい、レイエイの娘エンちゃん。そう、見た目はこんなに可愛らしい女の子。でもレイエイの大事な娘はただの人形なのよ。
本州で一連の失踪事件を起こした黒幕は反魂互助会という組織。彼らは大切な人を失った者に人形を与える。その人形というのは死んだ者の人格と記憶が完璧に再現されたもの。あの人たちには区別などできないだろうね。ええ、でも父親の思いを頼りに人形の姿を借りて生き返った。大切な人ともう一度会いたい、その思いの強さゆえ人々は全てを犠牲にしてでも互助会に入ろうとする。けれど人形をどうやって用意しているのかは未だ謎のまま。それに人形自体全く無害というわけではない。接触するだけでオーバークロックの可能性が跳ね上がる。霊は互助会の勧誘役、あんたが一人で今週に来たことも把握していて簡単に引き入れられると思ったみたいね。でも残念ながら今回はハズレだった。反魂互助会の裏に潜む悪を暴くため。まあんたとは関係ない話よ。どっかで楽しく遊ぶなりして全て忘れて。レイの貨物リスト、それはどこで？あんたも案外しつこいのね。わかったわ、教えられる範囲でなら話してもいい。でもここじゃ人が多すぎる。今週場外に来て。場所はここ。来たのね。まあ予想通りだけど、でもここでなら問題なく話せる。さてあんたの知りたいことは？私について知りたい？これは驚いた。本来なら部外者に口外できない内容だけど、今は状況が状況か。私の任務は反魂互助会に潜入し犯罪の証拠を収集すること、そして真の黒幕を見つけることよ。でも今はまだ組織の下っ端、今回も霊園の助手として今週での活動のみ許されてる状態ね。さてあんたの知りたいことは？反魂互助会は公益組織の名を掲げた集団。愛する人を蘇らせるという文句で多くの人を呼び寄せている。でもその真実はあんたが目にした通りよ。でも最近になって突然活発に動き始めたというのは少し気になる。それに霊への用を加えてフラクトシデスの存在を鑑みると、この事態の悪化、あいつらが噛んでいる可能性が高い。さてあんたの知りたいことは？予期軍に所属していた霊英はある事件で娘のエンちゃんを亡くしている。だから彼は再び娘と会うために反魂互助会に入って境遇が似ている人を積極的に勧誘していた。どうやらあの人形たちを本物の救いだと信じ込んでいるらしい。悲しみに飲み込まれ道を踏み外したといったところね。まあ父親としてなら尊敬できなくもないけれど。さてあんたの知りたいことは？今日は勧誘以外にもう一つ仕事がある。それがその貨物リストよ。フラクトシデスが人形を購入した。霊英と私はその引き渡し役。ええ、ある時からフラクトシデスは互助会への介入を始め人形を要求するようになった。つまりその人形を調査できれば生産者の手がかりを見つけられるかもしれない。でも霊はとても慎重で、私もまだ人形倉庫に入れていないというのが現状ね。そろそろ引き渡しの時間よ。エンちゃんを霊のところに連れて行かないと。面倒なことになる前に、この先はフラクトシデス絡みのとても危険な仕事。あんたも飽きてきて頃合いでしょ。ここで手を引くという選択肢もあるのよ。やたらこだわるのね。
なぜそうまでして知ろうとする？記憶か。他人の記憶を分析し人形の行動に反映させる技術、確かに何か得られるかもしれない。まあそれもうまくいけばの話。そうね、あんた私と協力してみない？これから私はレイとフラクトシデスに人形を引き渡す。彼は一人で人形を取りに倉庫へと向かうはずよ。あんたには彼を尾行して倉庫の場所を特定してほしい。場所が分かったら私にその座標を送って。本当に呆れた。少しは人を疑いなさい。まあいいわ、あんたの実力に期待するよ。来た。あんたはここで待機よ。レイの動きに注意して。私はエンちゃんを彼の元に連れていく。何も面倒が起きなければいいのだけど。エンちゃん、目は覚めた？リンリン姉さん、ここはどこ？パパは？心配しないで、今からパパを探すよ。でもちゃんとお姉さんの言うことを聞いていい子にしててね。うん、いい子する。うん、それじゃあとは頼んだよ、漂白者さん。レイ、約束通り娘を取り戻した。エンちゃん、心配したんだぞ。もう二度と話さない。パパ、どうして泣いてるの？エンちゃんは悪い子？違うんだ、エンちゃんのせいじゃ。おままごとはやめろ。ただの人形じゃねえか、あんなの。パパ、エンちゃんは人形？違う、エンちゃんは違う。ええ、あんたたちフラクトシデスに比べたらよっぽど人間らしいわ。俺はフラクトシデスの実験に使うものだ。それが人間だって？おま様ら無駄話はよせ、ブツ。レイ、人形を持ってきて。俺は。おい、聞いてんのか？お前らほど暇じゃないんだ、こっちは。人形は断じて渡すものか。よくも俺らをバカにしてくれたな。女を捕めろ、逃げた奴まで。ち、面倒ね。レイは人形を連れて逃げる気だ。ここはあの漂白者に任せるしかない。もう大丈夫だよ、ここまで来れば連中には見つからないはず。なんで悪い人たちはエンちゃんを捕まえようとするの？エンちゃんだけじゃない、連中が捕まえようとしてるのは全ての人形で、人形たちを家族の元に届けなければ
あいつらの実験品なんかにさせるものか。でも遠視さん、あなたほどの人間がなぜ反魂互助会の理念をねじ曲げるような真似を。遠視、インリンが言っていた黒幕だろうか。遠視さんは悪い人？パパも知らないんだ。でも彼は私たちのような人に希望をくれた恩人だよ。いや、今はそれどころじゃない。エンちゃん、パパが絶対何とかするからね。この人たちにも信念があるようだ。いたぞ、中だ。こんなとこに隠れたって無駄無駄。おでの花を舐めるなよ。エンちゃん、下がって。今度こそパパが守る。人形は全部もらうとして、こいつはどうする？やれ、後ろに隠れた人形も連れ出すんだ。一歩でも動いてみろ。このままじゃオーバークロックの危険がある。そこに敵は一人だ。さっさとやっちまうぞ。一人じゃないとしたら？あの女か。外のやつはどうした？構えろ。私たち反魂互助会はあんたたちを敵に回すつもりはないの。だからここはレイと娘は返していただけないかしら。これでもうちの人だから。人形たちは全部タダであげるわ。だからこの一件はなかったことにしない？抜かせ。人形はもちろん我々のものだが、あいつもお前らもここで死ぬ。本当にいいの？私たち協力関係でなくて？協力？モルモットの分際で笑えるね。交渉決裂ね。漂白者さん、あんたはどうする？それもそうね。あんた分かってるじゃない。いい腕ね。頼りにしてるわよ。どう？怪我はない？ブラクトシデスを相手にしても余裕ってこと？腕だけでなく肝も据わっているようね。でもここからはちょっとややこしくなるわね。何？私を気遣ってくれるの？驚いた。てっきり疑われてると。あんたの本気の顔も可愛いけど。いや、冗談はここまでね。フラクトシデスの奴らは逃がさず全員倒した。何か問われた時はこいつらのせいにすればいい。それに私、疑われることには慣れてるの。潜入捜査員として嘘の中で信頼を勝ち取る必要がある。あんたも含めてね。装着者を追跡できる盗聴器よ。私がすぐ駆けつけられた理由を考えてみて。最初から仕込んでおいたの。誰も信用してはいけない。これは潜入調査員として最初に学んだこと。あんたは霊兵たちへのある種の女王、そして自分の記憶も取り戻したいという意志を持っている。そのせいであの二人を逃がす、あるいは互助会に私の計画を漏らす可能性だってあるでしょ。遠視、その人こそ反魂互助会の要。真相まであと一歩といったところね。でもまだ問題がある。霊がオーバークロックの影響で昏睡状態に入ってしまった。
この状態で呼び覚ますことは不可能でしょうね。それにあの状態の霊影を計画に組み込むのは得策じゃない。ええ、それが賢明ね。きっと人形に手がかりがある。でもここにとどまるのはよくない。私は先に霊影とエンちゃんを安全な場所に移す。あんたは人形を調査して。はい、本当にそのような。誰かと会話している。しかしそこまでする必要は。はい、わかりました。あとは任せてください。治安署に連絡していた。レイとエンちゃんを保護するように頼んだ。あとは彼らに任せよう。それより人形の方は？そう焦らないで。安全な場所でもう一度詳しく調査すればいい。治安署に潜入調査員が使う隠れ家の場所を伝えた。そこで彼らと合流する。周辺に隠れ家の方角を示す狼の形をしたサインがある。それを探せば見つけられるわ。じきにフラクトシデスの連中もここを嗅ぎつける。私たちも。ここで途絶えた。この周辺に隠れ家があるはず。ん？ここに装置がある。うん、パスワードか。用心深いのね。こんなセキュリティまで用意するなんて。近くに何か手がかりがあるはずよ。探してみよう。この花はここらで見かけない品種ね。数に注目して。パスワードと関係するかもしれない。ねえ走れ。この隠れ家は侵入者を排除する設備が備わっている。フラクトシデスの輩には到底見つけられないわ。そう、ここは隠れるにはうってつけの場所。外の人はここまで来られないし、中の人も外部とのつながりを断たれる。
ええ、一人もいないよ、ここに今。一度教えたわよね、誰も信用してはいけないって。この体、いいデータが取れそうだ。こいつを連れ出して基地に戻るぞ。怪我はない。武器も端末もちゃんと持ってる。情報が欲しい。まずはここがどこか調べてみよう。ハンコン五女会名簿。五条、小慶、蓮月、蓮少蓮、新陸、花椒、看板。他にも、中には黒塗りの名前。この人たちは多分ハンコン五女会の会員。ここはまさかハンコン。さっきまで閉じ込められていた木箱、よく見たら簡単に開けられそう。隙間に何かが挟まっている。これは暗号化通信機。これなら使っても気づかれないはず。でもなぜこんなところに。これ以上の手がかりはなさそう。少なくともここがハンコン五女会絡みの場所だと分かった。さっき手に入れた暗号化通信端末でここの状況をシカたちに伝えよう。これでよし。無事に届くといいけど。あとは脱出する方法を。目覚めたくん、出てこい。それだけ動けるのなら体は大丈夫そうね。あれほど強い電撃を浴びておいて、随分と早いお目覚めじゃない。念のため五条さんに見てもらおうかとも思ったけど、杞憂だったみたいね。それはどうも。エイシさんが求めてるのは死体じゃない。そう簡単に死なれては困る。礼儀を知らん若造め。インリンさんには敬語だ敬語。お前さんも家族か。若いやつは簡単に家族を捨ててどこかに逃げやがる。今日は団らんの日。このカンバーから逃げるなんて絶対許さないよ。焚き火のところに戻ってな。インリンさん、こいつが逃げないよう道案内を頼まれてくれんか。話は聞いた。余計なことは考えず私についてこい。力ずくで逃げる道もあるけど、五条さんがあんたの体に毒を仕込んだ。解毒薬がなければ数日のうちに死ぬだろうね。それはあんたの勝手。でも私に騙す理由なんてないと思うけどね。それに本当に記憶を取り戻したいのなら少しくらい付き合っても損はしないはずよ。ハンコン五女会の本拠地、今週から失踪した人たちが集まっている場所。そうだ、いっそのことあんたもこっち側に来るなんてどう。あからさまな嘘ね。そんなもので私を騙せるとでも。行くわよ。本心はともかく、ここにいるみんなに挨拶くらいはしてもらうわ。ねえ柱、
危ないところに行ってはいけない。バーの話を素直に聞くんだよ。ここの外はどこだって危ない。残像、特に順位には気をつけなさい。何かあったら僕が知らせるよ。ばあちゃんもよくだから安心して。どうも、僕はシンリク。レイさんと一緒に予期軍にいた頃もある。あれからオーバークロックの症状はどう？ご心配痛み入ります、インリンさん。でもレイさんはまだひどくて。カショウも良きの兵士だった。でも僕を助けるために重度のオーバークロックに陥り命を落とした。そんなことはない。恩返しのためなら僕はどんな犠牲でも払うつもりだ。またシンリクと会えるなんてな。俺は満足だ。ただの人形だって問題ない。もう死んでるんだ。今更こだわったって何も変わらねえよ。インリンさん、この人は誰？遠視さんの客人よ。私たちの邪魔しないで。それがどうしたの？これは私の子供。あんたに何がわかるのよ。脅迫者。この生活を脅かす人は許さない。お兄さん、母さんのこと悪く思わないで。いつまで一緒にいられるかわからないけど、母さんには笑って過ごしてほしいから。お兄さん、パパが中でお医者さんに見てもらって。パパ、人形と接触しすぎるといずれ症状が出る。それでもじいさんと一緒にいたい。私たちを責めたっていい。でもこれで助けられる人もいるんだ。五条先生、レイの容体は？命に別状はないですが、目覚める気配も一向にありませんね。申し訳ないのですが、私は共鳴者に詳しくないので。それも仕方のないこと。彼は遠視さんの命令に背いた。いかにも、それも遠視さんの命令です。互助会を拒む者にはこうするほかありません。彼らには必要ありませんよ。逃げる可能性など万に一つもない。大切な人と会える場所はこの互助会だけなのですから。もちろん、でも人形にある特別な価値、それもまた代わりが利かないものです。どんなに腕が立つ医者でも手に負えない、救えない命があります。自分の愛する妻でさえ苦しみもがき死んでいく姿を見ていることしかできなかった。でも遠視さんの人形は救いを与えてくれたのです。君にもう一度会いたい人はいますか？ああ、それは不運なことです。大事な人が一人もいないのでは。行くところがある。ついてこい。何、悪いようにはしない。少なくとも今は。おい、止まれ。お前、ハンコン御所会のものでないな。どうやって入り込んだ？極集。あんた怪我を？これはインリンさん。無理は良くない。早く休め。それと
この人は遠視さんの客人、心配する必要は。ここを守るのは俺の務め。これくらい大丈夫ですよ。俺は平気。命がなければその務めも果たせない。それにもうここの警備も不要よ。しかし遠視さんは何があってもここを死守しろと。安心して、彼は二度とここには戻らない。備品も全て処分するわ。もうすぐ悲願を叶える私たちにこんなの必要ない。しかしこれ以上は無駄ね。ここで待ってて、薬を持ってくる。クソ、あんな残像さ最近多いんだ。油断したらすぐやられる。ハンコン人形の影響で残像が来るという意見もあるけど、俺はそんな話信じない。それに本当だとしても仕方がないじゃないか。俺もわからないが、遠視さんから指示を受けたんだ。きっと何かあるのだろう。でもしばらくここに来ていないのも事実。まさかインリンさんの言う通り。でもここにあるものはインリンさんと遠視さんにとって大事なものじゃないのか。インリンが遠視に何を伝えようとしたのかわからない。しかし遠視が読んだものを処分せずに残しておくというのも考えにくい。ある順位の潜入調査員が書いた。なぜこんなところに。もしかして遠視と順位は何か関係がある。子供が書いた日記だろうか。中には落書きが一枚、それと裏には何か書かれていた。ここの子供が書いた落書きだろうか。あるいはかつて子供だったハンコン互助会の誰かが書いたものかもしれない。遠視は長い間自分のそんなに苦労して作りたいものとは一体。そろそろインリンが戻ってきそう。極州のところに行き、これで大丈夫よ。まだ痛むようだったら五条先生のところに行くといいわ。ありがとうございます。こんな怪我にここまでしてくれるだなんて。あとは怪我が治るのを待つことね。ここにはもう守るほどの価値がないのだから。インリンさん、燃やし尽くす。下がってて。私の雷で残らず灰にするから。はあ、見たのね、余計なことを。まあいいわ、燃やしたところで過去が消えることはないのだし。それに火につられて残像が来たら面倒なことになる。でも極州、あんたはここから離れて。ここはもう守る必要のない場所よ。
しかし俺が守らないと残像が。大事なのは過去でなく今、動けるようになったら他の人を守ってちょうだい。わかりました。どう？みんなと話してみて、ハンコン互助会に入る気になった？そう、ここにいるのは大事な人との再会を望む惨めでかわいそうな人たち。そんな彼らに遠視さんはやり直す機会を与えてくれた。それって素晴らしいことだと思わない？私は最初から組織の人間だったという可能性は考えられないのかしら？治安署に目を持っていれば活動の幅を広げることができる。そうでしょ？遠視さんは捨て子だった私を引き取り、武術や苦物の扱いといった順位に必要な技を私に教えてくれた。言うなれば、この命は私のものじゃない。そう、彼の執念は単純なものではない。ここにいるのは大事な人との再会を望む惨めでかわいそうな人たち。けれどみんなその事実を知りながら互助会に入った。会員でもないあんたにあれこれ教える義理はないわ。でも本当に変わった人、霊を助けた上に人形たちを単なる道具や怪物のように扱わなかった。生まれつきの正義感か、私なんかより順位に向いてるかもしれないわね。優しいね。もしかしたら私もあなたと同じだったのかも。それはあんたが考えることよ。信頼は小さな亀裂から簡単に崩れる。自らの経験と直感を信じなさい。そろそろ遠視さんのところに連れて。やばいやばいよ。カンちゃんどうしたの？インリン姉ちゃん、また残像が来たよ。あんたはばあさんを連れてみんなを安全なところに避難させて。わかった。漂白者はこの混乱に乗じて逃げるのかしら？手伝ってくれるの？わかりやすい人。そんなことしたら日が暮れちゃうわ。私には秘密が多いの。それでも知りたいのならせいぜい生き延びてみせなさい。ここの親玉だな。いい加減諦めろ。ここはもう。これはこれは人気者で困りますね。おい誰だお前、漂白者を離せ。断ったら？動くな、もう逃げ場はないぞ。逃げる？そんな必要はない。こちらには立派な人質がいるからね。待ってくれ。この人があんたの客人ってことかしら。余計な真似したらわかるわよね。みんな武器を下ろすんだ、頼む。信じてついてこい。
はい、一部は内部まで侵入し、周囲には順位の包囲、備品を持ち出しての脱出は困難かと。例の漂白者の件、よくやってくれた。研究に使わずとも人質として十分使える。これからどうしますか？やむをえん。隠し部屋の座標を教える。あいつを連れてきてくれ。しかし、あの漂白者、腕だけは確かなようです。安心しろ。奴に盗聴器と追跡装置を仕込んだ。ここは私の縄張り。逃げることなどできまい。とにかく連れてこい。話はそれからだ。聞いた？ここは私たちの縄張り。変な気は起こさないで。心配してくれるの？大丈夫、そう簡単にはここまで来られない。ところで、あれはあんたが呼んだ援軍？暗号化された通信機でも使わないと呼べないはずよね。さあ、それをよこして。私に隠し事は通用しないわ。自分の立場だけはわきまえているようね。あんたは大事な実験品。何か問題があれば私が恥をかく。分かった？遠視に盗聴器を仕込まれた。もしここで疑われたら全てが無駄になる。これからは彼に気づかれないよう人形に筆談させる。よろしい。おとなしく従ってくれるのならこちらも穏便に済ませられる。あんたが知る必要はない。黙って歩きなさい。ここは人形を作る工場。仕掛けや演習の部下が多い危険な場所。そう焦らないで。すぐ分かることよ。演習はフラクトシデスと組んでいた。素材を用意するのが奴ら、人形を作るのが演習。しかし証拠がない。そろそろ時間か。おしゃべりはここまでよ。気を見て手錠を外す。それまで不審な素振りは見せないで。おかしい。道が塞がれている。でもそこの装置で開けられるはず。私がやるわ。何事も素早く。いい心がけよ。ねえ、あんたたちここの警備？この人を遠視さんのところに連れていく。通らせてもらうわよ。家族、俺の家族。オーバークロック。人形と接触しすぎたか。それと順位たちが侵入してきたのも良くなかったみたいね。俺の家族を。イエーイ。人の体では無理だけど、私の剣士なら難なく通り抜けられる。
これでセキュリティを解除できるはず。制御システムが壊れてしまった。ここまで来ればもう大丈夫ね。この先に衛士さんがいる。くれぐれも油断しないようにね。人形のプロトタイプがこんなに。この工場一体どれほどの秘密が。あんた、この人形たちのデータを取るんだ。衛士さんの研究に使えるからね。ここの人形は衛士の大事な研究成果。そのデバイスで記録して。いいぞ、残さず全部取るんだ。手を抜くなよ。違法なルートで流通している軍用機か。一体どんな方法で入手したのか。こんな数の人形が一気に動くとなれば、考えただけでゾッとする。これは人形のエネルギー源。共鳴者じゃないものが人形を動かすためのものよ。侵入者だ、殺せ。ち、私も侵入者扱いとはね。どうするも何も全員倒すしかないじゃない。ここで足止め食らうわけにはいかない。さっさと片付けるわよ。やっ、イエイ。来たか、インリン。そちらは問題ありません。でも追放者たちにオーバークロックの症状が。構わん、ただの捨て駒だ。もともと居場所のない連中だ。どこでくたばってもおかしくはない。ほう、どういう意味だ。それがどうした。
いくら他人に尽くそうが自分自身が救われねば意味がない。遠視さん、もうやめてください。たとえ両親の人形を作ってもそれを喜ぶ人は誰もいません。君ならこの苦心を理解してくれると思ったのだが、それも仕方のないこと。お二人が亡くなった時、君はまだ幼かった。君の記憶から人形を作ることができなかったのだよ。そこに特別な力を持つこの漂白者が現れた。これぞまさに天の恵み。そうだとも、君の体とフラクトシデスの助力があればお二人の人形を作ることができる。天使さん、あのお二人だけはいつでも私の味方だった。あのお二人こそ私の両親なのだ。何としても復活させる必要がある。どうでもいい、他人の死活など。時間だ。工場については気にしなくていい。プロトタイプだけは守ってくれ。それと私の身分も行方も奴らに知られてはいけない。有事の際はここを爆破するんだ。それでは逃げ遅れた味方が。味方？私には君以外の味方などいない。他はただの足手まといだ。この漂白者は？前と一緒だ。気絶させて連れていく。今度は五体満足でなくても構わん。意識さえあればフラクトシデスの技術でなんとかなるだろう。人形を二つ残し人質を取っているように見せろ。門の内で交渉の真似をして時間を稼げ。人形のデータベースもですか？ああそうだ、あれには私の研究成果の全てが記録されている。データの転送作業は私がする。君はこいつを処分してこい。今すぐだ。インリン、何をする？遠視、終わりにしよう。あんたはもう逃げられない。フラクトシデスとの取引についてもだ。彼らの狙いはあんたもよく知っているはず。インリン、裏切ったろ。私は両親と同じ今州治安署の獣医。その責任と誇りを忘れたことなど一時もない。だから両親のように最後まで悪と戦い、罪のない人たちを守る。私はそのお二人のためを思って。いや、あんたのやっていることは違う。かつてのぬくもりを自分のために取り戻そうとしているだけだ。でもあの人たちはもういない。もう死んでいる。みな、このかりそめの夢から覚める時だ。そうはさせない。様子がおかしい。全員オーバークロック状態よ。制御盤を壊してホログラムを解いた。これがこの工場の真の姿。こんなものまで隠し持ってるなんて。フラクトシデスめ、利用する前金として与えたのね。利用する、利用するのは私の方だ。任せてください。大きくなれ。メイの登場だ。ハンコに何が
近づくな。そろそろ終わりね。アンコールの時間だ。天使、もう終わった。あんたの負けよ。インリン、なぜ私を裏切った。ここは私が作った聖地だ。ここに来る者は人形により救われ生まれ変わる。私は救世主なのだ。君にとっても家族と再会できるチャンスのはずだ。なぜ私の邪魔を。私には両親の記憶がない。それでも彼らの思いは私の心にある。よく自分の不幸を嘆いてたくさん泣いたりもした。それでも己の幸福のために他人を犠牲にしようとは思わない。死んだ人は帰ってこないと知っているから。そしてその運命は誰にも変えられるものじゃない。でも私欲のために力を乱用し両親を殺した奴らを消すことならできる。力は幸福のためだけにある。法も断りもさらなる強者が他を縛りつける道具に過ぎん。それでも人々の幸福を、罪のない民衆の命をもてあそんでいいわけじゃない。随分と立派な正義感を持ったものだな。だが君はもう順位でも何でもない。君の情報は全て消去された。君が順位であったこともここでの戦いも未来永劫誰にも語られることはない。二度と順位として治安署に戻れないとしても、あんたとあんたの背後にある罪を暴けるのなら安いものよ。それに身分なんて関係ない。私は私なりの方法で理想を目指し続ける。君は、ここまでのようね。あとはあんたに任せるよ、漂白者。あと順位には私のことを伏せてほしい。そうね、全てを明かすまではね。今度会った時にまたいろいろと教えてあげる。それと今日はありがとう。こっちだ、急げ。漂白者、大丈夫？ここにいた人たちはみんな今週に連れ戻した。でもなぜかすごく抵抗されて、あの人形たちと離れたくないのかな。それについては正直こっちもお手上げ状態。あれ、まさか逃げられた？早く追跡しないと。逃げ足だけは早いな。今からじゃさすがに追いつかないか。けど悪い人っぽい感じはしなかったしな。っていやいや、人を見かけて判断するのはダメだ。逃げたあいつのことは置いといて、あんたは今回の事件の証人として治安署でちょっとだけ聞き取りさせてもらうね。じゃあ署で待ってるよ。おー、目走れ。もっとあるよね。
例の反魂互助会については大体分かった。ありでもあのフラクトシデス絡みの事件、あんたよくそんなの一人で止められたね。あそこにいた共鳴者のほとんどにオーバークロックの症状が見られた。だからもう過疎研究員に協力を要請してあるよ。中でもレイエイという人は渋滞みたい。なんせ昨日まで昏睡状態だったらしくて。でももう目を覚ましたよ。後遺症は多いみたいだけど、生きてるだけでよかった。それにしても失踪事件の裏にこんな大きな陰謀があったなんて、さすがの私も驚いたよ。脅迫者がいなかったら本当にヤバかった。ある人？誰？なんだそりゃ。でも案外そういう人が順位に向いてるのかも。そろそろ私も退散すっかな。何か問題あったらいつでも私に教えてね。それじゃ。署名がないメール、どう見てもあれだ。インリンが待ってる。教えた手口、隠れ家の場所を示す狼型のサインのことか。スキャンしてみよう。何か新情報があったらいつでも教えてね、脅迫者。ああ、正体を隠して犯罪組織の内部に入り込んで調査する人か。私には向いてないよ絶対。こそこそするのって苦手なんだ。ポーイエーイ。ねえ走れ。今回はいい場所でしょ、漂白者。約束通り何でも教えるわ。単なる偶然よ。本来であれば霊影とフラクトシデスの取引を監視するだけの任務。私はそこに現れた都合のいいやつを利用したまで人形倉庫を探すためにね。ただ人形を連れて逃げ出そうとするとは思わなかった。まったく余計なことをしてくれたものね。遠視があんたに目をつけたのはその後、あの隠れ家に誘導してあんたを襲ったのはそのためね。そう、手加減したつもりはなかったのだけど。天使があんたの体を欲しがるわけね。残念だけどそれは無理ね。天使曰く、理解できない力により記憶を封じられた、だそうよ。取り戻すどころか、記憶を除くだけで正気を失いそうになる、だとか。正直、少し不気味ね。今回みたいに、他の人のために戦って、負けて、それで記憶が封印されたのかしら。真実はともあれ、もっと自分の身を案じないと長生きできないわよ。杞憂だってことは分かっているわ。それでも私の助けが必要なら
いつでも呼んでちょうだい。私はこんなはぐれ者だけど、あんたには何か似たものを感じる。きっといつかこの出会いが私の支えになると信じてみようかしらね。でもいずれはこの孤独も受け入れなければいけない。遠視にはできなかったことよ。彼は私の両親を復活させて孤独を紛らわそうとした。その通りね。でも両親が死んだ後、この世に価値を見出せなくなった。そして治安署の情報を得るために私を順位に育て上げた。結局私は本物の順位になったけど、それと同時に彼の味方ではなくなった。私は裏切り者ね。彼にとってももちろん私もその罪を擁護するつもりはない。でももしもっと早く彼の計画を阻止できていれば、全ては起こらなかった。私も夢を見ていたのかもしれない。みんなと同じ儚い夢を、もう一度両親と一から家族をやり直す、そんな不確かで甘い夢。私はその夢が他人の犠牲で紡がれていると知っても、すぐに目を覚まそうとしなかった。それはあんたの一生懸命な姿に心を打たれたとしておこうかしら。遠視は闇に潜む影の一つに過ぎない。その裏にはさらに大きな影がうごめいている。だから真の黒幕を、この巨悪を破るまで私たちに休む暇はないわ。もちろん今さら後に引けるとでも思った？そうね、私の正体も知られてしまったことだし、全て忘れてもらわないとね。冗談よ。でもあんたのおかげで多くの命が救われた。あんただったら本当に信じられるのかもしれない。どうだろうね。それとありがとう、こんな私を最後まで信じてくれて。それじゃ次はどんな形で会えるか楽しみにしてて、漂白者さん。